本日の教えて金さん、うん、チューニングってめっちゃ大事じゃないですか、うん、その正しいチューニングの仕方っていうのを学んでいきたいと思います、うん、よろしくお願いします。まず最初に必ず演奏する姿勢で行います。2番目に予言から E、A、D、G に合わせます。ミラーレ、そうですね。3番目に予言からの順番で合わせていきましょう。早速チューニングしていくんですけども、ペグを回す以外の時は左手を離すというのがポイントになります。ではやっていきます。予言なのでいいですね。一度いきますね。低い方から必ず合わせますが、超えてしまった場合必ずまた低い方に戻ってそこからやり直します。はい、超えられました。で3、2、1もやります。今1弦まで終わりました。これからまた同じ作業を 2、3周やっていきます。これで 2、3周終えました。最後に最終確認ですね。以上です。ということで金さんありがとうございました。今回も相変わらず知らないことばかりでした、うん、っそもそもまず姿勢って関係あるんですか、うん、姿勢関係あるのよ。これ構造の話に少しなるんだけど、はい、詳しくは楽器の構造の回がこの後あるので、うんうん、話すつもりなんですが、うん、つまり楽器の状態が変わるとチューニングずれちゃうということなんですよ。今ちょっとやってみる。やってみたい。仮に4弦だけでやってみる。チューニング合ってますね。このまま鳴らしたまま仮にですけど下向けてみます。うお、下がった。下がったでしょ。で戻したらまた戻るんだ実はこれ。あ、戻ってる戻ってる。ちょっとゆっくりだけど戻ってきたでしょ。ゆっくりなんですか。ゆっくりなんだ。そんなにムニューンムニューンって動いてんだ実はこのね、そういうバランスでできてるわけ。楽器の向きでチューニングが変わっちゃうと。変わっちゃう。だから自分がいつも弾いてる位置でチューニング合わせる。こう合わせたら合わないよってことだよね。こう絶妙なバランスでできてるんですよネックって。演奏する姿勢でチューニングの基準が変わっちゃうってことなんですね。そういうことです。さあそして今度弦を4弦から E、A、D、G っていう風に合わせるっていうことだったんですけど、はい、これ細い方からやってもいいとは思うんですけど、うん、一応上からやる意味もあるってことですよね。そうなんです。これ 2、3回繰り返すっていうお話もしたと思うんですけど、うんうん、そことも関わってくるんですが、うん、張力が太い方が強いです。予言から合わせてった方がかなりずらした状態で合わせていけるというか、2周目ずれてたのが多分わかると。そのずれが大きい方が早くチューニングは終わる。予言の方が張力が強いから、うん、ここをまず合わせます。他の3つもチューニングすることによってギュッてまたなるんですよね。そうするとここがまたずれてくると。でもここのズレが多いからそうそう、またそれをギュッと締める。そう太い弦からやってった方が、うん、チューニングが早いってことですね。早いところです。4周しなきゃいけないところが3周で済むとか、そういうぐらいのノリ。次が、はい、これめっちゃ疑問だったんですけど、うん、チューニングをするときにこのペグを回すんですけど、うんはい、もちろん回さなきゃチューニング合わないんで、もうそれ以外のときはこの離すって言ってたじゃないですか。離すって言ってた。それねやってたね。触ったくらいの力でネックが動いちゃうってことなんですよ。さっき交差だけで変わったんだよ。そうか、これこう触ってたら今度はねこっちに行く力がかかるから、さっきシャープにずれてった。これをこう触っただけよ。っめっちゃちょっとこんな指一本だよ離すと。ああ下がった。正確にチューニングするんだったらそのくらい気を使った方がいいですね。そう、そういうこと、そういうこと、そういうバランスでできてるんだってことを伝えたいわけ。今度は実際このチューニングをしていくときに、うん、メモリで言うとこっちのとこから真ん中に合わせて、はいはいはい、低い方から合わせていくっていうことだったんですけど、はい、これは高い方から下げていっちゃいけないんですね。高い方から下げていくと簡単に言うと狂いやすくなっちゃうんだけど、じゃあなぜか。ちょうどねフェンダーのタイプは分かりやすいんです。ペグの構造にあります。ここの裏の部分ですか。はい、裏の部分ですね。歯車がこう見えてると思いますけど、歯車同士がこうぶつかり合ってるペグを回すとこう回ってくれるような仕組みになっているんですが、うん、この歯車っていう構造自体がちょっと難しい話になっちゃいますけど、一方向にしか力を発揮できない構造になってるんです。まあ、確かに自転車とか漕ぐ時もそう、そういうことですよね。そういうことですね。歯車が前に進むとか。そうです、そうです。そういう風な構造のため緩む方向には弱いというか、だから一気に低くずれちゃったりとかすることが多い。まあ、最近の精度のいいペグっていうのはどっちにも
弾きやすいものもあるんですけど、低い方から高い方合わせていく方が構造上、合いやすい、じゃあ最後に 2,3 週行うっていうのは下からこう上に上げていくというか、ね、だんだん張力が上がっていくわけですね、ちょっとずつ、うん、張ってる力が張ってる力がだんだん力がかかってくる、4,3,2,1 ってこう回して合わせていくうちに、そうすると力がかかってくるんで今度は予弦が緩くなっちゃうんですね、1番目までやると。だからまた予弦合わせるわけです。そうすると予弦から合わせていくと今度合わせたはずの 3,2,1 弦も緩くなってきちゃうんです、ね、そういうことを繰り返す 2,3 回というね説明ですけども、合うまで繰り返すことによって微調節ができてきて、うんうんうん、どんどん合うようになってくるってことですよね。そういうことですね。最終確認をやってたと思うんですけど、はいはい、最終確認はですね、ハーモニクスをハーモニクス弦を握らない状態で12フレットで最終確認をすると、まあ、開放弦とこのままとは一緒なわけです。ただ、倍音が少ない状態といいますか、ちょっと専門用語出てきちゃったけど、混ざった音がない状態なんで、うん、あとは弦が大きくこう振動したりとかしない状態で確認できるんで、で最終的に確認するのが一番いいかなというふうに思ってます。より無駄なものを省いて、より無駄な振動とか、うん、無駄な音がない状態で、うん、ピュアに音程を確認できるってことですね、はい、なるほど。でここまで来て本当のチューニングってことです。チューニングそうっす。レコーディングの時もライブの時もチューニングがあってないと、やっぱ音が抜けてこないとか気持ち悪い感じになってしまう。そうですね。チューニングの本当重要さはバンドやってると身に染みて分かってるんですけど、本当に重要じゃないですか。機械でやるやり方もあるし、手で確認するやり方もあったりするんですよ。実際手でやるのと機械でやるのってなんかどっちがいいのかなみたいな。やっぱり機械がいいと思います。なぜなら、はい、気音っていうものを作んなきゃいけなくって、まずは音差でこの母弦のこの A の音と音差が合ってるかどうかっていうのを合わせてからこうやって合わせていくわけなんですけど、揺らぎがないかどうかとか、今の音楽環境チューナーも精度のいいものもいっぱい出てますから、僕としてはチューニングの方法は知っといてもらいたいですけど、今僕がやったチューニングの方法さえしっかり守れればちゃんと合うので、目的はチューニングをしっかりしっかりと合わせることですからね。そうなんです。耳で確認するのはいいと思います。先ほど僕がこういう12フレットのハーモニクスで音を出したように揺らぎがないかなって確認することはいいと思いますけど、今のチューナーを使ってしっかり合わせられれば僕はいいと思います。最後の質問なんですけど、チューナーって例えば各会社からいっぱい出てるし、値段もなんかいろいろ違いがあるし、あるね、でちっちゃいコンパクトチューナーみたいなものもあれば、うんうんうん、こういう風にもうラックの大きいチューナーもあって、ありますね、これどれ選んだらいいんだっていうこのなんか悩みも実は俺もずっと持ってるし、なんか選ぶポイントみたいなのってあるのかなと思って。精度はもうね、先ほども言ったみたいにいいものばっかりです。ここにこうつけるタイプのやつとか見たことある、あるあるある、クリップチューナーってここにつけるタイプの、そうチューナーもあるんですよ。あれも精度のいいものもあるんだけど、ちょっと見づらいというかメモリーが少ないものも多くって、うん、実は僕の選んでる基準っていうのは見やすいよ、メモリーが多いでしょ、だからちょっとのズレも大きいから見えやすい、だ見やすさ重視、見やすさ重視だからメモリーが多い方が見やすいと思います。こういうラックチューナーのいいところっていうのは、うんうん、そのでかい分ちょっとのズレも分かるってこと。分かる。チューニングすごい大切なんです。何度も言いますけど、ただやっぱ今日改めて一からチューニングのことを教わってみて、知らないことだらけだったんで、いやーもうチューニングのこと大切にしたつもりだったんですけれど、まだものとありました。チューニング合わせるってなかなか難しいですね。そうね、ワンランク上のチューニングの仕方教われたと思うので、次回も楽器のこと知ってどんどん良いプレイできるようになりましょうってことで、次回またよろしく。ファイヤー、この動画を見て1ミリでも心がで動いた人はチャンネル登録よろしく。ファイヤー。